こちら、むつかつです。むつ市は生徒数の減少などを理由に、市内の中学校の部活動の地域クラブ化を目指しています。今年度から一部の部活動で始めていて、再来年度までにはすべて終える予定です。地域クラブ化で教員の負担軽減につながっているのかなどを調べるため、むつ市教育委員会は8月、市内の中学校の全教員にアンケート調査を実施しました。 今日行われた県の教育改革有識者会議でその結果について話し合われましたアンケート結果によりますと現在部活動を指導している教員のおよそ65%が専門外の指導をしていて月に平均48時間を部活動に充てていますむつ市が昨年度行った調査では中学校教員の時間外労働時間は 平均70時間だったためそのおよそ7割が部活動に費やしていることが分かりますさらに教員からは早期の移行を望む声が多いことが分かりましたきょうの教育改革有識者会議で委員からは高校入試で部活動を重視している実態もあるため移行は慎重に進めていく必要があるといった意見も出ました。ま、た、ま市町時代にこの取り組みを始めた 宮下知事は、きは働き方をちゃんとそれぞれの学校がですね、丁寧に議論を進めて、そのやっていかない限り、いくら地域移行したり、いくら地域が学校のことを引き受けても、あの働き方改革なんていうのは絶対できない、現場はですね、教育委員会中心に、現場にはしっかりと取り組んでいただきたいなと。はい むつ市は、地域クラブへの完全移行で、教員が学級経営や学習指導などにじっくり取り組める環境を作っていきたいとしています過渡期の中で難しい部分もありますが、この2年間、しっかり取り組んで、そして地域移行が完了した時には100、100%の教員が以前に比べて負担は軽減されたと答えてくれるような、そういう2年後を目指しています。